人なんて費用だ。ブラック企業からバイリサグバイにホワイト企業に転職を成功させてぬくぬくサラリーマン YouTuber してる私サラタメがお送りします。今回は2009年に岩崎夏美さんが書かれて非常に話題となった一冊、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、通称もしドラの内容を踏まえながらマネジメントについて人の強みを生かすということについてお話しさせていただきます。本書は世界的名著ピーター・ドラッカーのマネジメントの要点を非常にわかりやすく伝えてくれる一冊でございます。現著のマネジメントは非常に骨太で本質的なことが書かれている名著ではあるんですけども、あまりに本質すぎてぶっちゃけなかなか咀嚼しにくいんですよ。ドラッカーさんの言いたいことはなんとなくわかるし、すごいいいことを言ってるのはわかるんだけども、具体的に自分の職場でどうやって実践すればいいのかわからない。それこそ人を動かすとか7つの習慣みたいな骨太本質系の本によくありがちな、一応読み終わったは読み終わったんだけども自分の生活に特に変化なしみたいな消化不良を起こしてしまう人が多いかと思います。そこで頼れるのが本書なんです。本書はドラッカーのマネジメントを新入社員が会社でどころか、女子高生の野球部のマネージャーが部活で実際に活かすとしたらどうするのかという極限まで身近なストーリーに落とし込んで要点を伝えてくれます。そんな極限まで分かりやすく噛み砕いてくれている本書をさらに私が噛み砕くので、もはや流動食、いやもはや液体ぐらいにまで骨太ドラッカーを吸収しやすくしてお伝えしていきます。今回の動画でもドラッカーの言いたいことが1ミリも理解できないという方はもう諦めちゃってくださいと豪語するぐらいになるべくわかりやすく解説していきます。では行きましょう。ではまず最初に今回の動画でお伝えしたいことのすべてを超ざっくりひとまとめにしてお伝えしてしまいます。お伝えしたいこと、それはまず前提として、そもそもマネジメントとは人の強みを生かすことなんだということ、そして組織をマネジメントするために、人を生かすために絶対言ってはいけない NG ワードっていうのがありまして、それがいいからやれ、なんとなくうまくいかないと思う、この2つなんだと今回の動画でお伝えしたいのはそんな話でございます。これだけではまだドラッカーの真意が捉えきれないかと思いますので、それぞれのポイントについてより具体的に解説していきます。まずマネジメントっていうのは人を生かすことなんだという大前提についてお話します。この大前提を正確にご理解いただくために、まずあなたに衝撃の事実をお伝えしないといけません。よく偉大な経営者の方々が人は宝だと、組織にとって人材こそが最も大切な資産だとか言ってますけど、それは嘘なんです。ちょっと嘘は言い過ぎかもしれないですけども、半分本当で半分嘘なんです。というのも、人っていうのは大事な資産ではあるんですけども、また同時に厄介な費用でもあるからです。ドラッカーの原著でも、人は弱い、悲しいほどに弱い、問題を起こす、手続きや雑事を必要とする、人とは費用であり、脅威であるという衝撃的な一文が綴られています。多くの人間は残念ながら致命的な弱みを抱えていて、ほっとくとすぐにミスってしまって厄介なことになりがち、それは間違いないんだと。ただ、だからこそドラッカーはマネジメントがめちゃくちゃ大事なんだと言うんです。マネジメントの本質を理解して実践できれば、悲しいほどに弱い人間たちを集めてどうしようもない状況に陥ってしまうんじゃなくて、それぞれの弱みをどうにか中和させて、それどころか逆に強みを発揮させて、みんな生き生きとハッピーに働いてもらえる、結果会社も最大限の成果を上げることができる、マネジメントにはそんなパワーがあるんだと語っているんです。要は人間は誰しも悲しくなっちゃうぐらい弱くてダメダメなんですけど、そんな人間が組織として集まった時にそのままダメダメで悲惨な結果になってしまうか、逆に想像もつかないぐらいの成果を上げられるか、それはマネジメントにかかっているということなんです。そしてこの大前提の部分で必ず理解しておいていただきたいのは、この世界には何をどうやっても費用にしかならないダメダメ人間と、生まれた瞬間に資産側決定の上級国民がいるってわけではないということです。そうではなくて、あなたのそばにいるあの人が費用になってしまうか、はたまた資産として生まれ変わるか、それはあなたのマネジメントにかかっている、これが正しい認識です。いや、ただサラタメさんと、マネジメントってそりゃ課長とか部長になったら大事かもしんないですけど、俺は平社員だからまだ関係ないよねとか言い出す方がいらっしゃいそうなので、そんな方に対してボイスをビッグにしてお伝えします。私もゴリゴリの平社員です。そして本書の主人公だってキャプテンでも監督でもなく、単なる女子マネージャーさんです。でもマネジメント力は必要なんです。マネジメント力っていうのは確かに管理職クラスの人にとっては生命線ってぐらい大事な能力ですけども、私のような平社員にとってもめっちゃ大事な力です。
なぜなら、先ほどお伝えした通り、マネジメント力っていうのは、シンプルに言えば、人を生かす技術だからです。例えば、そうですね、私はゴリゴリの平社員ですけど、たとえ私が平社員だろうと、私は上司からマネジメントされるだけの存在ではありません。マネジメントされながらも、同時に私だって上司をマネジメントしなければいけないと思ってます。私にだけじゃなくて、上司にだって弱みと強みがあって、それをお互いに補い合って、組織として最大の成果を上げないといけないからです。そのためには、私のような末端の平社員であろうが、マネジメント力、人を生かす技術は絶対あった方がいいはずです。あと、これはよく言われることでもありますけども、自分がたとえ平社員だろうと、自分より上の係長の視点とか、2段階上の課長や部長の視点を持って働くっていうことは、間違いなくビジネスマンとしての成長につながります。いわゆるできると言われるような人たちは、必ずと言っていいほど自分の役職以上の視点を持って仕事をしています。一方で自分はまだ係長だから上の部長とか社長が何考えてるかなんてわかりませんと指示をもらえればそれに従いますなんて係長は頼りにされませんし大体ハゲてます。すいませんハゲは関係ないんですけど、とにかくどんな小さなものであろうが何か組織に所属する人間であれば誰しもマネジメント力、人の能力を存分に活かす技術は大事になってくるんだ、そういうことがなんとなくお分かりいただけたかと思いますので、ここからはより具体的なお話として人の強みを活かすためにマネジメントするために絶対やってはいけないこと、逆に積極的にやるべきことについてそれぞれ解説していきます。冒頭にも申し上げましたが、マネジメントするために、人を生かすために、絶対口に出してはいけない NG ワードがあります。これそのまま本書に書かれてるわけではなくて、かなりさらため的アレンジがかかってますけども、いいからやれ、なんとなくうまくいかないと思う、この2つのワードが絶対 NG だと私は結論付けました。それぞれ詳細に解説させていただきたいんですが、まずいいからやれという NG ワードについてです。これなんで言っちゃいけないかっていうと、マネジメントの基礎中の基礎として、誰かに仕事を任せるのであれば、その仕事がどれだけ重要か、その相手に心から理解させないといけないからです。ドラッカーの言葉をそのまま借りるとすれば、生産的な仕事をするということですけども、とにかくその仕事が重要で意義のあるものだと思わせないといけない中で、いいからやれ、この一言は、そのマネジメントの基礎中の基礎を踏みにじるような発言です。絶対口に出してはいけません。分かった分かったと NG は分かったけども、逆にどうすればいいのよと、相手にこの仕事はとても重要なんだと思わせるために我々はどうすればいいのかということなんですが、そのために必要なのは言語化です。この仕事には本質的にどんな価値があるか、それを言語化してから仕事を任せてあげればいいんです。もう少し詳しく言えば、今からあなたに任せるこの仕事のお客さんは誰で、そのお客さんに対してこの仕事はどんな本質的な価値を与えているのか、それを言語化して心の底から理解させるということです。本質、価値、言語化、抽象的な言葉がいっぱい並ぶので、この感覚を捉えるのは非常に難しいと思います。ドラッカーも仕事の価値を言語化するのは簡単なようで非常に難しいと、もし簡単に思いつくものがあるとすれば、それは大体間違ってると語っています。例えばそうですね、高級車の代名詞、ベンツを例にするとすれば、彼らのお客さんは誰かというと、単に車好きな人というわけではありません。これは私の主観も含まれてたりしますが、実は本質的に言えば、ベンツのお客さんっていうのは、高級車に乗ってると思われたい、自分はお金持ちなんだとアピールしたい、そんな人たちこそ真のお客さんなんです。じゃあベンツが生み出している価値って何なのか。それは普通に簡単に考えてしまえば車なんですから、単なる輸送手段を生み出しているということになってしまうんですが、本質的に突き詰めて考えると、ベンツが提供している価値っていうのはお金持ちであるというステータスなんです。だって単なる輸送手段を手に入れたいのであれば、ベンツより安くて乗り心地が良くて壊れにくい、もっと他にぴったりの車があるはずなのに、そんな中異様に高いお金を払ってベンツを買うっていうことは、そこにこそお客さんが求める本質的な価値があるんです。ベンツの仕事が生み出している価値は輸送手段ではなくステータス。ライバルとなるのはトヨタや日産が作っている車ではなくて、実はダイヤの指輪とか毛皮のコート、タワマンみたいなステータスを象徴するものだったりするんです。本書に登場する女子マネージャー南も本質的な価値について真剣に向き合います。この高校野球部の真のお客さんは誰なのか、何を価値として提供できるのかを考えます。
結果として甲子園で熱狂するお客さんからヒントを得て、我々にとって顧客は自分たちのプレーを見に来てくれる人たちであって、そして提供できる価値は上手なプレーとか甲子園に出場するとか、そういう手段によって人の心を動かす、その感動こそが自分たちの提供できる価値なんだと気づきます。そこから南たちはただ野球をやっているっていうよりも、観客とか親とか周りの人たちに大きな感動を与える仕事をしているんだという意識で部活に臨みます。じゃあそんな多くの人に半端ない感動を与えるためにはどこまで勝ち進まなければいけないか、全員に目標を考えさせて、そのためにどんな練習をすればいいのか、練習メニューを部員に作らせて、試合ではどんな戦術で戦っていくべきか監督に考えさせます。すると部員も監督もみんな自分たちがやってる仕事ってめっちゃ意味があるものなんだと信じられるようになって、強制なんかしなくても自発的に一生懸命それぞれの仕事に取り組むようになっていくんです。ちょっと長くなってしまったんで一旦まとめると、自分たちが本質的に提供している価値を言語化しようとさえしない、いいからやれという言葉はマジで最悪で、そんな言葉は口が裂けても言ってはいけませんと。もしマネジメントを意識するのであれば、パッと見では意味がなさそうなコピーを取ることとか、Excel にデータを入力することとか、それらの仕事にだってただの上司から指示された業務という以上の価値が突き詰めていくとそこにあるんだと気づかせてあげないといけません。この仕事が最終的にどんなお客さんに対してどんな価値を生むことになるのか、その点を明確にしてあげることがマネジメントの出発地点なんです。二つ目の言ってはいけない NG ワードは、なんとなくうまくいかないと思うという言葉です。なぜ言ってはいけないかというと、主観的で短期的で、そしてネガティブなフィードバックだからです。ただの自分の独断と偏見であって、何を失敗とするか、それが明確になってない中で、ネガティブなコメントをしてしまっているので、相手の意欲を削ぐダメなフィードバックになってしまってます。ドラッカーはどんなフィードバックをすべきと言ってるかというとですね、まずそもそもの前提として、フィードバックしないのが一番クソだと語っています。任せたその仕事にやりがいを感じてもらうために、フィードバックは必須です。良い内容であれ、厳しい内容であれ、必ずフィードバックしましょうと。フィードバックしないは最悪です。必ずフィードバックしましょうと。そんな中で、いいフィードバックっていうのは、仕事の本質的価値に沿っていて、長期的な視点を持ちながら行われるものです。自分の感覚だけでなんとなく良し悪しを判断してしまうのは、それはクソフィードバックです。これ具体的に理解するのが難しいと思うんで、本書のエピソードを引用するとですね、こんなエピソードがあります。万年補欠の正義という部員がいます。この正義、野球はめっちゃ下手なんですけど、練習メニューを考えるのがすごい得意なんですよ。その強みを生かして、この正義は途中から選手としてじゃなくて、練習メニューを考える男子マネージャーとして活動を始めます。正義はちゃんと理解してます。自分たちが提供する価値は甲子園に出て多くの人たちを感動させることなんだと。そのために自分が一番貢献できるのは選手としてプレーするより練習メニューを作ることなんだと心から理解して、自分の仕事に超積極的に取り組みます。ただですね、めちゃくちゃ積極的にたくさんのアイデアを提案するからこそ、正義のアイデアの中にはちょいちょい微妙なものがあったりするんですよ。そんな時にドラッカーを読み込んだ主人公マネージャー南はどのようにフィードバックするかというと、彼女は基本的に全てポジティブに捉えて、自分の感覚だけでそれちょっと微妙じゃないなんてことは安易に言わないんです。なるべく正義のアイデアが実現できるようにお手伝いをする、そんな行動でもってポジティブなフィードバックをするんです。ではなぜ南が基本的に全てのアイデアに対してポジティブなフィードバックをしたのか。南はですね、急に野球部のマネージャーをやり始めたという経緯もあって、野球についてあんまり詳しくなかったんですよ。だから正義のアイデアがいいのか悪いのか感覚的にしかわからなかったんです。ただ野球のことは詳しくなくても、とにかく正義が野球部が提供すべき価値、そしてその中で自分がどんな仕事をすべきかということを心から理解してくれていることだけは分かってたんです。だから細かい失敗は置いといて、ポジティブに正義の背中を押すことだけに注力したんです。もしかするといくつか手痛い失敗をするかもしれないと思いながらも、正義が本質的な部分を理解してくれているのであれば、その失敗でさえも長期的にはこの部活の財産になると考えたから背中を押し続けたんです。ドラッカーも現地でこう語ってます。成果が百発百中で上がることなんてありえないんだと。逆に間違いや失敗をしないものこそ信用しちゃいけないんだと。そんな奴はくだらない仕事しかしてないんだと。
つまり甲子園に行ってお客さんを感動させるんだという明確な目的と意欲があって、大きな目で見てその成果に近づいていることさえ分かれば、細かい失敗でチャンスを取り上げるべきではないと。失敗は生まれる前提でサポートしてあげることがマネジメントなんだということです。ただですね、ここで間違えちゃいけないのは、何でもかんでもポジティブなフィードバックをすればいいという、そういうわけではないんです。大事なのは過程ではなくて、あくまで成果を重視してフィードバックするということです。自分たちの仕事によって提供する価値、最終的なゴールに大枠では近づいていると思えれば、それならポジティブなフィードバックをすればいいんですけど、一方で最終的なゴール、成果に近づいていない場合には、勇気を持って厳しいフィードバックをしないといけません。ドラッカーも顕著で、仕事のプロセス、過程をちゃんと見ていることは示しながらも、ただ評価はプロセスではなくて成果を見て行うと明確に伝えるべきだと言っています。成果ではなくて努力とか何かしらの技術の習得自体が目的になってしまっている仕事っていうのは、組織において贅肉なんだと独特な表現で切り捨てています。具体的に言えばそうですね、あまり結果は出なかったけど、君はよく残業して頑張ってはいたよねとか、成果につながったかは分かんないけども、あなたはそのテクニックが一流だからもうボーナス開けちゃうねみたいなフィードバックをしてると、組織は音を立てて崩壊していくということです。フィードバックするときには自分の好みとか偏見は徹底的に排除して、長期的な視点と成果、この2点を徹底しないといけないんです。はい、ということで今回は、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、通称もしドラの内容を踏まえながら、マネジメントについて人の強みを生かすということについてお話しさせていただきました。まとめると、まず前提として、そもそもマネジメントっていうのは人の強みを生かすことなんだということ、そして組織をマネジメントするために、人を生かすために絶対言ってはいけない NG ワードがありまして、それがいいからやれ、なんとなくうまくいかないと思う、この2つなんだと。いいからやれって丸投げするんじゃなくて、今これからあなたに任せる仕事は本質的にこんな価値があるんだ、そう言語化してあげましょうと。なんとなくうまくいかないと思うなんて自分の独断と偏見で切り捨てるのではなくて、長期的な成果と照らし合わせて、その成果にもし繋がるのであれば、時には失敗も糧になると思って背中を押してあげましょうと、そんなお話をさせていただきました。そして今回のさらため的補足は、そもそも自分をマネジメントしようという話です。私、前半のところでどんなに小さくても組織に所属する人にとってマネジメント力は不可欠だみたいな話しましたけども、もっと言えば組織に所属してなくてもマネジメントって重要なんです。自分自身っていうこの私、たった一人の能力を存分に発揮させるためにもマネジメント力ってめっちゃ重要なんです。私なんか仕事中も暇さえあれば、なんか今日はやる気出ないなとかほざいてるわけですけども、それって厳しいこと言えば、人をマネジメントするどころか自分自身すらマネジメントできてない状態なんですよ。やる気出ないなとか思ってボケーっとしてるのって、今日のお話で言えば、自分自身がやってる仕事が、今やってる仕事がどんな本質的な価値を提供しているのか、提供できているのか分かってなかったりとか、長期的に見れば絶対自分にとってプラスになる挑戦なのにも関わらず、でも失敗しちゃうかもなとか思って踏みとどまっちゃったりとか、成果なんて関係なく、とりあえず今日は深夜の12時まで頑張ったしみたいな感じで変なフィードバックを自分自身にしちゃってたりとか、ドラッカーに怒られそうなことばっかりやってるんですよ。同僚や後輩をはじめとした自分の部署をマネジメントするどころか、自分自身ですら十分にマネジメントできてないわけです。なのでまずは自分をマネジメントすることから始めないといけないなっていうのは、今回もしドラを改めて読み直して思わされたことです。まず自分をマネジメントして、毎日生き生きと目をきらめかせながら働くと、自分の強みをぐんぐん伸ばすと、そうやって自分自身ぐらいはさすがにマネジメントできるぞと自信を持って言い切れるようになったら、次は他の人の強みを生かす、自分と関わった人たちをどんどん輝かせていく、そんなマネジメントマスターになれるよう精進していきたいなと。自分の強みって限られた数しかないですけど、いろんな人の強みを活かせるマネジメントマスターになったらもう最強ですよね。自分の中だけじゃなくて、たくさんいる誰か周りの人の中から輝く才能を見つければ、それで大成功できます。可能性無限大です。人に輝いてもらって、そのおこぼれに預かれる。もしかするとマネジメント力って時代の変化に左右されない最強のビジネススキルなんじゃないかなと思ったりします。その最強スキルであるマネジメントのエッセンスがストーリー仕立てで分かりやすく学べると思いますので、皆さんもぜひもしドラ一度は読んでみていただきたいと思います。今回は以上でございます。
もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。説明欄に今回ご紹介した本のリンクも貼っておきます。おすすめの本なので気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あとツイッターや転職ブログなんかもやってますので、そちらもぜひ見てみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.